ソフィア、頼むぞ。任せて先生を下げられたの？これでどうだ。なかなかやる。届いてくれ。ルフェイン人が憎い。憎くてたまらない。私はコーネリアに生まれ、ルフェインと共に次元の壁を越えた。そして生まれ変わり帰還した。私はどちらを愛すればいいのか。気配が変わった。ソフィア、頼むぞ。私はエルフィスの生態系記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。アストス？最新型生体探査隊、後で見せる。まあ見ても聞いてもどうせ忘れるけどな。アストスは忘れない。なあ、この質問をするのは初めてではないと思うが、俺はなぜ忘れるんだ。我々の健やかな未来のためだ。私が探査生命体アストスです。この地で生きるエルフがあなたたちの素晴らしい技術でこのように生まれ変わることができました。私に友情や愛情、仲間意識を持たないでください。我々は培養で作られる大量生産品。稀に我々に友情めいた感情を抱いて、その挙句に助けようとして命を落としたストレンジャーがいたのです。愚かなやつだ。
軽症です。唾をつけておけば治りますよ。なるほど、覚えておこう。あれほど言ったではないですか。我々は吐いて捨てるほどいる大量培養の使い捨てです。とにかくお前が無事でよかった。愚かな人ですね。俺も同じ意見だ。アストス、お前も共犯者になってくれ。次は変えることができるかもしれない。何をすればいいんですか。次に会ったら俺たちを導いてくれ。やり方は任せる。回収ポイントは毎回変えることになっていますが、ここだけの話、ほぼ毎回このカオス神殿ですね。怠慢だな。規則の形骸化はよくありませんよね。いつか問題が起こるでしょう。準備ができています。ではお気をつけて。なあ、一緒に帰らないか。はい。お前は帰りたくないのか。気持ちの問題ではありません。規則違反です。じゃあ待ってろ、上と掛け合ってくる。あなたは忘れてしまいますよ。忘れない。期待させないでください。俺は忘れない。次は連れて帰る。いいか、必ずだ。さようなら、ジャック。ほら、忘れた。アストス。いいんですよ、記憶を消去されているのだから。あなたのせいではない。それは分かっているのに憎んでしまいました。恨んでしまいました。許してくれ。そうできたらどんなに素晴らしいか。でも私は闇を抱え込みすぎました。これからのことを話しましょう。私が死ねばここにいるルフェインたちの魔法が解けます。しかし同時に彼らの寿命が尽き、死に絶えます。彼らが抱える闇は恐ろしい量だと思います。我々の闇が混じり合い世界を覆うでしょう。ジャック、その闇から生まれるあらゆるものと戦ってください。魔物を倒してください。闇と感情が融合した状態がカオスです。カオスが現れたら倒してください。あとはあなたの感情に任せて進めばいいんです。たとえ闇に覆われてもその中を進み続けてください。あなたたちも
私にできるのはここまでです。ルフェインの横暴を許さないでください。このコーネリアを守ってください。俺たちはルフェイン人だ。そんなことは関係ありません。だってあなたたちは皆光の戦士なのだから。ここは危険だ。逃げよう。